こんにちは、心理カウンセラーの高森です。うつ病が辛いので一発で良くなる方法を探していますという話を聞いたことがあります。これは残念ながら私が知る限りは見当たらないですね。多分今後も難しいかなっていうふうに思うんですね。と言いますのは、このうつ病っていうのはいわゆる生活習慣病だからです。心の習慣とか行動の習慣ということで負担がかかりすぎて、そしてうつ状態、診断名としてはうつ病っていうふうになっていくものですから、パンと良くなるということは考えにくいですね。それは他の体の生活習慣病っていう時にも一発で良くなるっていうものってないですよね。食事ですとか運動ですとか、いろんなことを多角的にやって体質改善を図ることで症状を緩和していく、場合によっては治癒に持っていくっていうような、そういった根気強い取り組みっていうことを求められることがほとんどだと思うんですけども、これも同じですね。心の習慣、行動の習慣、あるいは環境の選び方っていうところですね。こういったことを総合的にやっていくことで改善が図られていく、それも徐々にやっていくっていう、かなり根気がいるものなんですよね。このようにうつ病、特に長年のものに関しては腰を据えてやっていくっていうことが大切になってくると思います。このようなことをお知りになりたい方はカウンセラー高森で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。